皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、帰ってきたシリーズでご紹介でございます。ターンのねリンク D8 ですね、スパイクタイヤ仕様が、戻ってきてくれました。これは何度かね動画でご紹介しておりますので、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、これが導入されてもう3ヶ月4ヶ月ぐらいですね。一冬ずっと頑張って乗ってくださっておりまして、今ね いろいろちょっとそのお話を伺ったところでした。やっぱりね、なるほどなと思ったのは、やっぱ無理をしないことですね。20インチの折りたたみ車両なんだっていう枠を超えない、そういうような車体に無理をしないような運用をしてあげれば、こんなに走りやすいもんはないですというふうなことをおっしゃっていただきましたし、いざとなったらね、電車に乗ればいいんじゃないというふうな心のね余裕が持てるという点でも素晴らしい車両ですというふうにおっしゃっていただきました。で、個人的に一番嬉しかったのはですね、この自作のフェンダーですね。このもうなんじゃこりゃっていうあれなんですけども、機能的には申し分ないですと、ママチャリよりも汚れませんというふうに、これこそ最大限の褒め言葉としていただくことになりました。これもねちょっとうちのね段下として引き続き研究してまいりたいなというふうに思ったところでございます。引き続き安全運転でお楽しみください。